高見まさかとゆうとのチームリバイブです。はい、ユーフーユーフーユーフー久しぶりユーフーイテンション高いかよ急にマックス、はい、はい、あ、なんかちょっと待って画面が、はい、あ、見えてるか見えてないか分かんないからいいや今日はね、もはやね、あのツイッターのアカウントとかねぐんぐん用意しようっていう気がなくてね、あの、あ、申し訳程度にこう画面を出したはもののね、ね高さんがしどろもどろするからカメラさえ落ちるというついにまさかさんだってこの間流し目のもと注意される注意注意あの言っていただいたからね流し目流し目目が泳ぐ目が泳ぐ流し目違う流し目違うね最近だいぶ違うからなんか最近なんかちょっとあのずっと家にいることが多かったからついに日本語を忘れかけているっていうねやばいでしょで頑張ってね小説は読んでたんだよだから読むのには特化した喋るのがちょっとあの日本語不自由になった大丈夫今日今日ねちょっと危ないと思うけれどあの隣声が小さい人いるんで頑張って喋っていこうと思います、はい、あ予約お一人いらっしゃったはいということで今日はまさかさんから小説の紹介をしたいけれどまさかさん喋るのがなんかやたらのっとりのっとり喋るからだいぶ時間が余りそうだ、ね、だ余るっていうかうん危ないので先に告知をしようかな、うん、それがいいそう 何にもさもういつもあこちらの番組やだやだすぐに落ちるやだやだ機嫌を急ぎこねちゃダメだって今だよね番組の趣旨を、ね、説明しようとしたんじゃないか一応、我々チームリバイブという、イベントとパフォーマンスをするためのチームなんですが道玄坂 TV さんの方でグダグダの段取り悪い系番組としてこちらの番組をやっていますねえあのさちょっと待ってあのまさかさんについてきて頑張ってよもうちょっと頑張ってよそのテンションがちょっとなかなか出なくてねあ本当、うん、だから今日は先に2人ともねこの時間からアルコールを入れるというね、うん、飲んでもあんま変わんないけどね顔は赤くなるけど番組進めろやあ、そうで、まさかさんの告知とか、ツイッターの告知とかしようと思います。チームリバイブのツイッターがまずあります。しかし、我々はもはやグダグダの段取り悪い系なので、用意してませんので、後であのツイッターなり、あの直接調べるなり、YouTube にもアップされるので、YouTube の説明文から探すなりしてください。一応言ってみると、アットマーク、なるし、アットマーク、チーム、アンダーマー、バイブっていうのが、チームリバイブのものです。はい。で、前半なので、後半もあるんですが、前半で私の告知をさせていただこうと思います。私、鏡絵もツイッターやってるので、ツイッター見ていただいた方が全然早いんですけれども、最近ちょっと体調不良で、ひたすら、家に引きこもる生活をしていたんですが最近ようやくお医者の許可をもらったのでちょいちょい外に出ておりますそして、病み上がりなのに病み上がりだけどどうしてもやりたくて12月1日に、パニパニキッチンさんという、イベンターさんの方で主催されているライブ鏡まさかさんのお誕生日スペシャルということで、ライブをやっていただくこととなりましたのでそちらに出演させていただきますなんか何もコメントくれないからたまに不安で生きてるかなって見ちゃうんだよいやなんか突っ込んでいいのかどうか分かんなくてさあ今日日本語不自由だなって余計思われてるの日本語不自由だからさ余計にさなんかこういつもグダグダ喋るのが余計にグダグダになるんでまあいいんだけど、はい、であとあの今決まってるもの以外にちょっとライブ増やす予定が今のところないので全部言ってしまうと、12月それを含めて3つありましてさっき言ったその12月1日のものが、下北沢の音倉さんという会場でやるものですで、12月の19日にも私そちらの方で出させていただくこととなっておりますあとはあとは28日会場忘れちゃったから後でツイッター見てくださいであのまさかさんここまでライブ出ますとは言ってるものの何やってる人か自分で言ってないんだよねシンガーソングライターです今今ここで明らかになる
この間もね、なんか今ちょっと秘密で作ってる動画があるんですけど、あの YouTube にアップしようとしてる動画で自分で作ってて、あの自己紹介しないままその動画内の最後の方で思い出したかのようにあっって言って同じことやりました多分それが上がるのもちょっとあの12月入ってからなので、そちらで見ていただければと思います。そう、私よく考えると12月、まあ、1日にお誕生日ライブやってもらうけど9日が誕生日なんですね。うん、あごめん、ちょっと返事ちゃんとしてもらっていいかなしてもらっていいかな。で、7日が7日がなんと和坂さんの活動開始2周年となります。ウェーイ、もっと上げてもっと来てなんか本当隣の人死んでんのかな寝てんのかなってなるんでやめてもらって。半分寝てるから気にしないで、ちょっと寝るのやめてください。はい、そうなんです。なのでその、まあ、2周年を機にちょっと自分で動画作って YouTube にも上げてみようみたいなことやってるのでお楽しみに、といった告知でした。はい、多分全部 Twitter とかブログ、アメブロやってますので、アメブロの方だったり、あの更新の遅くなったブログね。いやでも違うよ、外に出ないと体力がないので、お外に出てるんです。ただ体力がなくなっちゃったままお外に出て散歩して、えっちらおっちらえっちらおっちらって散歩し歩いてると、帰ってきた 時にはもう眠いから、あの最近おばあちゃんみたいな生活で9時に寝て2時ぐらいに起きます。あ、公園で光合成してみたいなそうそうそう、昼間光合成して、で、食事もそこそこに9時に寝て、で、2時ぐらいに1回目が覚めるっていうね。で、トイレに行くっていうね。で、もう1回寝てみようと試みて、ちゃんと活動し始めるの4時っていう、ね、ババだすげえババみたいな生活を送ってるんですけれども、うちのお母さんと同じサイクルで動いてますね。はい、そうなんです。あ、この間お母さんに会ってきました。そういえばいきなりなんでお母さんの話するのっていうね、ごめん、困るのやめてもらっていいですか。いや、対応してもらっていいですか。いつもの企画の方は大丈夫ですか。あと1分喋らせていや、お母さんが10月の31日誕生日でついに69歳になりました。あと70代に踏み入れるまであと1年なので、ちょっとそこ持ちこたえてもらわなきゃいけないので、とりあえず宣言だけしとこうかなって思って、で最近ちょっとレジンのアクセサリー作るのハマってるから、一生懸命ちっちゃいレジンのアクセサリーみたいな、なんかキーホルダーみたいなの作って、お母さん誕生日プレゼントだよっていう風に持ってったら、お母さんにいらないわよって言われて、綺麗にできたじゃないって言うから、あ、じゃああげるねママって言ったら、今もうママのカバン全部ジャラジャラついてていらないわよママこの口調ねそう、ちょっとショック。いやママいつもこうだから多分照れ隠しなんだと思う。可愛いババアだなって思って、それそのまま伝えてきたんですけどね。はい、じゃあもうちょっと、はい、いい加減にグダグダするのやめろってことを言われたので、次行きましょうか。はい、今日の、はいはい、企画コーナーですね。というわけでね、なんで急に喋り始めるの。そこだけやる気かよもう我々共通の趣味がですね、音楽もそうなんですけれど、あ、こっちもシンガーソングライターなので、で音楽もそうだけど読書もそうなんですね。で趣味もなかなか似たり寄ったりなので、まあ、ちょっとこの人のが倍ぐらい生きてるんで、こちらの方が倍ぐらい生きてるので、まあ、ちょっと私よりも読んだ本多いんですけれど、なのでまあお互いの好きな本をここでどんどん紹介してって皆さん興味持ってもらえたらなみたいな、読書離れって言われてますからね。最近はテレビ離れも言われてるし、まあ、活字を読むのが欲しいですよね。そうですね。でしかもこうやって読むんじゃない、こうじゃないよ、こういうのでこう読むんじゃないよ、ちゃんと本を開いて読んでほしいので、ちょっと本の紹介をしていこうみたいな形で、何のタイトルも決めないままこの企画を組んでとりあえずやってみようってことで、もう3回ぐらいですかね、うん、3冊目ですよね。3冊目、はい、ということで持ってきてますので、ただ斜め前の声の人がいないので表紙にアップしてもらえないって。これで俺行こうか言っていただいていいですか。今日は私の本から紹介、私がちょっと選んだ本から紹介してもらおうと思います。うまく入れて違う頼む、はい、はい、野沢ひさしさんの作品でよひとという本を持ってまいりました。イエイ、よひと、呼ぶ人と書いてよひと、まあ、これ主人公の名前なんですけれど、はい、
なんかこの人よくなんか学生運動の頃合いの話を書く人なんで、なんかよくその時代背景の中のなんかこう学生同士が争っているみたいな、ヘルメットそう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 っていうのを描写する人なんですけれど、そう、まあ、この作品はというと、1985年に12歳だった男の子の話なんですよ。85年に12歳、覚えといてね、うん、俺9歳俺9歳でそこと言うのやめてもらっていいですか知らないっていやさすが私の場合生きてる人だわ、はい、あでそう85年に12歳でもこの少年は10年経っても20年経っても12歳のままなんですよ。見かけが変わらない、見かけが変わらない、そういうこと、あの中身もだからあの成長しないままになっちゃってるから、あの大人になるってどういうことなのっていうのが全くわからないままなの。でももう一応年齢的には12歳超えて20代にはなったりとか30代入ったりとかするから、子供の姿のままで、まあ、お酒は飲めるわけよ。だからもう父兄さんとかに捕まったりとかして、なんか僕はもう成人してますなのになんで止めるのみたいな、なんかこう自分の体についてのコンプレックスってそうやって絡んでいくシーンとかあったりしてね。でもそういう病気本当にあるらしいね。そう、でもそういう病気とかではなく、なんだろう、その彼の成長が止まってしまったのは意図的だったっていうことが発覚して、自分のルーツを探ってくる。だからもう行き別れになったお母さんを探していく、そういう話ですね。で面白いのが、なんかこれファンタジックな話なのに、さっきも言った通り学生運動の頃合いの話、その頃の日本の話を書いてるからだよね。いや俺は読んだことないからだよねって言われても分かんない。85年ってそれぐらいだよね。あおそらくね、うん、なんかその俺もその時小学生だから分かんないそう俺9歳だってボソボッと言ったもんねそうほらグダグダして何言うかちょっとお酒が足りないんだと思います。まさか、はい、俺もう半分飲んでるからね。私さ紅茶杯なんだけどさまだなくなってないからね、飲むスピード落ちちゃったよで、ああそう続き、12歳のままだから周りの友達はもうみんなどんどん大人になって結婚したりとか自衛隊入ってなんか足に負傷を負って退役したとか、結構ダークなサイドにどんどんみんな進んでってるのね。あの初恋だった女の子は大人になって恋をして離婚してみたいな結構ドロドロしてんの。なんかこう永遠の命を手に入れたみたいな話なまりに結構なんていうかドロドロしてるのね周りは。でも自分は12歳の見た目のままで中身も12歳のままで、まあ、ちょっと荒れた時期もあったけれど基本変わらないんだよね、純粋無垢なままなの。まあ、もちろん大人になってったわけだから仕事もしなきゃいけないけれど、僕先生になりたいって言って一生懸命12歳の脳みそのままだから勉強も追いつかないのに一生懸命大学に行って勉強して、で先生の資格取ってみたものの結局先生を受からず。そうだよね、だって12歳の子供に教えられなくないじゃん親も。なんかその良人のこう一生懸命さも好きだし、で周りはもうどんどん大人になって夢諦めてとかなんかこういろいろあるのを良人は子供の状態で聞くんだよ。同級生の30年後を子供のままで聞いてるっていうのがなんかこうなんかワクワクしたんだよね。なんかこうなんかこうしか言ってないんだけど伝えきれないな、言葉が今日不自由だから伝えきれないんだけど、今日はいつも、はい、悪かったなそう、まあでも美術品の話とかもちょいちょい出てきたりとかして面白いなって思って読んでたのでおすすめですかね。はい、というあの私のボキャブラリーのなさが露呈したところでそろそろ終わんなきゃなっていうのを気づいていますあの分かりづらかったと思うので後で私がブログに今日の本の紹介を分かりやすくまとめるのでブログ読んであげてくださいそれ確実、うん、書いた方が確実だもんね。ということで前半終わりましょう後半に期待してください。彼の本はマジで面白いの持ってきますから。ハードル上げないで、はい、わざわざ頑張ってください。ということで、鏡まさかとゆうとのチームリバイブでした。前半終わります。